今日はライブ講座腹話術ハンドトラッキングでマスコットキャラを動かそうということで、今日ご紹介する内容をざっくりお話ししていくとですね、一つ目がこの可動域と立体感にこだわった体の回転 X ですね。二つ目が物理演算で波立つ試験管の液体ということで、助手のですねこの試験管がついてるんですよね。はい、この液体が結構リアルにね波立つような感じで作ってあります。あとは助手の体の傾きに合わせてこう水位がね、うんうんうん、斜めになったりとか、あとは結構こうぐるぐる回るようなをご紹介するっていうのと、あとはハンドトラッキングで動く助手の行くんということで、この手がね読み込むとこういう風に、これが右手を読み込むと助手の行くんが起きる、で親指を曲げると口をパクパクするっていう感じになってます。親指でで両手を読み取ると自分の顔のトラッキングに助手の行くんがなるっていう感じですね。じゃあまず構造についてですね、今回の原画はまあアロハシャツにこう白衣を着ていて、まあ、さらにその上にベルトを巻いていて、でさらにその上にぬいぐるみが乗っていて、さらにその上に社員証がかかってるみたいな、まあ、こういうデザインは段差のズレにこだわって作ることで、まあ、より説得力のある体の回転 X が作れます。素材でもねかなりしっかり段を分けて、まあ、素材分けしてあるっていう感じです。でまあ、段差がこういう風に複雑な場合難易度も上がるのでコントロールしやすくするのがまた結構大事ですよっていう感じで、まあ、例えばね助手の胃のこの体とかは白衣の後ろにあったりするわけですよね。なんですけどこの助手の胃ってまとめたかったりもしますから、この助手の胃体とかがこの白衣のフォルダの中に入ってたりしたら結構混乱しちゃいますよねっていうのがあるので、まあ、しっかりね描画順をモデリング始める前にね設定してパーツフォルダでまとめてあげましょうっていう感じになります。という感じで可動域を考えて、まあ、作る顔と同じくらいっていうところですね。ということで、まあ、そういう時のおすすめの作り方とか流れを紹介していきます。今回ならデコルテとかアロハシャツだけ表示した状態で顔の X をこう動かしてみます。この状態から X 作り始めるスタートって感じになりますね。なのでこれで今回アロハとかからやるのが分かりやすいかなと思うので、アロハシャツからキーを打って動かすんですけど、まあ、大体移動量でいうとこの真ん中のハンドルですね、これがまあ一旦顎のあたり、大体これでまでっていう目安で動かしていただくと良いと思います。でまあ、体の下の方は体を筒みたいに捉えてしまうとあんまり見栄えが良くないので、下の方は少し可動域を抑えめっていう感じですね。首の付近は体の立体を考えていただくと奥側にこうなだらかになってるんですよね。胸板みたいな考え方で、はいはい、この胸の付近が少し盛り上がっていて奥の方は少し盛り上がり方としては少ないっていう感じですね、はい、なのでまあ上は少し抑えて細かいハンドルです。もうちょっとこうここはね斜めになりすぎるのも変なのでちょっと滑らかにしてっていう感じで調整していきます。こちらが物理演算で動くリアルな液体の方の解説の方をしていきたいと思います、まあ、こういう感じで液体が動くようになってますね。動きのメインとしてはこの水面とベースだけで作られているっていう感じです。パラメーターを見てみると水位揺れですね、まあ、横縦左縦右水面揺れ Y っていうこの4つですねで成り立ってます、まあ、これをねまた1個ずつお話ししていきたいと思います。で、まあ、まずは水位揺れ横ですね、まあ、このパラメータ名前の通り真横に揺れた時の動きになっていて、基本的にはベースですかね、まあ、この右側が上がって左側が下がる、まあ、逆を同じようにっていう感じで、これはもうアートメッシュでもう直接こういう風に動きをつけてますね。水面を隠してみるとこういう感じですね。でこの水面の方にもキーが打ってあって、まあ、気持ちだけ動いた時に水面が見えるようなニュアンスをつけてあります。 B も C も全部同じです、まあ、水位揺れ横はこんな感じですね。でこの縦左と縦右というのが、まあ、どれも本当にベースと水面にキーを打って動かしてるだけではあるんですけど、ベースの方は0の時は水平で1になると上がる、でマイナス1になっても上がるっていう同じ動きですがついてますね。水面の方にもキーが打ってあって、水面の方だけ1になったら下がる、マイナスになった時に上がるっていう動きがついてますっていう感じにしているので、このベースと上の部分がちょっと違う動きをしているっていうのが立体感を出すポイントですかね。はい、次が最後になりますけど、こちらハンドトラッキングで動くマスコットの作り方ということで、こちらの方も解説していきたいと思います。じゃあまずはハンドトラッキングの仕様について軽くお話しさせていただくんですけど、今回はにじまライブのハンドトラッキングを使用しています。なんですけど VTube スタジオの、まあ、ハンドトラッキング機能とも手をトラッキングできる箇所とかパラメータ ID はほぼ同じなので、どちらでも使っていただけるテクニックかなと思います。
こちらがにじまライブ公式サイトから持ってきたパラメータ ID なんですけど、まあ、左手と右手と、まあ、両手っていう感じで全部で28種類手の動きをトラッキングすることができて、まあ、今回はその中でも絞って6つだけ使用してます。で、まあ、トラッキングにはね、ウェブカメラとか iPhone とか2つ必要になってきますね。手のトラッキングはウェブカメラで、顔のトラッキングは iPhone で行っています。下の暗くなっている角度 XY なんですけど、もともと助手もですね、ぬいぐるみの XY に使おうかなと思っていたんですけど、助手が使ってみた感じでは、あの右手をね回転させるっていうのが意外と手首が辛いというか、今回はあの 1XY ですね、右手の位置を動かすことで助手の顔が動く。ここは好みで 1XY にしていただいてもいいですし、角度 XY にしていただいても良いかなと思いますね。